ラフシャン・サイフィジノビチ・イルマトフは、ウズベキスタン出身の元サッカー審判員。身長183センチメートル。ウズベク語、英語、ロシア語を使用できる。19歳の時に、足首の怪我で、サッカー選手になる夢を諦め審判に転校。2003年から、フィファの国際審判員となった。2007年、カナダで開催された、 FIFAU-20 ワールドカップの審判に選ばれ、ガンビア対、メキシコやチリ対、コンゴ共和国などのグループリーグの試合でレフェリーを務めた。また、AFC より2008年の年間、最優秀レフェリーに選ばれ、FIFA クラブワールドカップ2008の決勝のルドジューキトと、マンチェスターユナイテッドの試合の主審も務めた。 なおアジア年間最優秀レフェリーは2009年、2010年、2011年も受賞しており、現在4年連続の受賞となっている。2011年には、イフスが選ぶ4半世紀の審判100人において、AFC 所属の審判としては最高位である、第38位に選ばれた。また、南アフリカで開催された20フィファ、ワールドカップでは開幕戦の南アフリカ対、 メキシコ戦など5試合で主審を務めた。2014FIFA ワールドカップでは、クロアチア VS メキシコなど3試合で主審を務めた。ありがとうございます。